ということで、今日はちょっと弟が遊びに来てるっていうか、一回実家帰ってたんですけど、そのまま弟を引き連れて都会の方に帰ってきました。今日は歌を歌っていきます。弟を真横に連れて超恥ずかしいんだけどさ、まあ、やっていきましょう。祭りが弟の部屋に実家で入ろうとした時にいつを歌おうかな。じゃあね、はい、聞いてください雪だるま作ろう。雪だるま作ろう、大きな雪だるま。はい、言ってよ。わかったよ。全然弟がかまってくれない。スマホもいじってるよ。なんでよ目が合ったね。弟くん今どんな気持ち？だってどんな気持ちですか？うるさいって言っちゃった。ここは祭りの家だからな。祭りがルールだ雪だるま作ろう。雪だるま作ろう。無視するやん。なんで無視する。雪だるま作ろう。はい、気まずい。じゃあ祭りがね、お姉ちゃんだし、やっぱこう自分らしくこう突き進んでいくということをね、教えてあげましょう。レッドイットゴー。ありのままの姿見せるのよ。ここで後ろが大きくなります。聞いてる？無視しないでよ。輝いていたい、もう決めたの。どういいと思う聞こえた？いいと思う一緒に歌おう。曲によるかな。じゃあ新宝島で歌おうか。はい、イヤホン。なんで好きでしょ、サカナクション。今日もなんかサカナクション、弟サカナクションがすごい好きで、なんかサカナクションの帽子かぶってたよね。はい、これイヤホン聞こえる？これマイクね。じゃあちょっとマイク高くするわ。はい、ここに向かって歌ってね。あ聞こえます？自分の声、うん、あもうちょっと近づいていただいてあちょっとじゃあ弟です。あ自己紹介、弟ですって。弟です、よろしくお願いしますって。お願いします。かっこつけんな。歌おう。聞こえる？イエーイいやそう。歌えるかわかんないけど、ちょっとマジチャレンジしていい？チャレンジしていい？チャレンジするから聞いてて聞いててくれるらしい。この心を凍らせてくれ、す
忘れさせて。どうだった？すごい？うん、高くて、高くてすごい。ちょっと尊敬した、ちょっと。ほんと？いや、高くて尊敬したって。ちょっとお姉ちゃん、でもね、低い方はマジで出ないから祭りね、低い方はもう散々もうやっても出ないのでね。優しいね。いや、弟優しいでしょ。イエーってやってくれるの。うん、ってことで、なんかね、弟が歌いたい曲があるそうなので。歌いたいわけじゃない。何何？歌いたいわけ。いや、違うよ、歌いたいんだよ歌うとしたら、歌うとしたら、じゃあいいよ、歌おう。はい、おいで。ね、歌いたいらしいよ。歌詞、あ、大丈夫、歌詞こうあるよ、ここに出るよ。これでしょ、これだよね、これ。うん、はい、いやほほ喉のチューニングして。祭りはちなみにこの曲を知らないので、フルは知らないので、弟にソロで基本的に歌ってもらって、祭りはあのなんか乗ります。聞いてください、桜。霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜。ということで、弟にも感想を聞いてみましょう。今日の配信どうでしたか？もう一回言いますね。今日の配信はどうでしたか？良かったと思います。ありがとうございます。ということで、ね、良かったと思うということで、祭りも良かったと思います。良かったら皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。たーたー